はい、よろしくお願いします。福岡佐小倉南でドラムとパーカッションのレッスンをしています、オタクと言います。よろしくお願いします。エポネスマの方も LINE のビデオツアーレッスンや YouTube の限定公開動画レッスンなので僕のレッスンメソッドご受講可能ですので、下記概要欄より、ホームページからお知らせください。ちょっと斜めなんで、今日ちょっとスマホを置くやつをちょっと忘れてきちゃったので、なんとかしよう。ほら、いいんじゃない、いいですね。はい、今日は腕や足が重く感じるとか重く動いているように見えたりとか、あとはですねバランスが悪くなっちゃって、例えばディスコビートとかをする際にこうなってしまうとか、タム移動の時逆にこうなってしまうとかですね、まあ、一番よくあるのが足を叩く時こういう風に逃げてしまう、後ろにこう重心がいってしまうっていう状態なんですけど、これまあその人によってなぜそうなるかはケースバイケースかなっていうふうにも思うんですけど、一個はよく言われるのが体の使い方の話ですが、体がリンゴのイメージになってない、背骨がリンゴの芯になってないっていう話ってよくあるんですよね。どういうことかっていうと、みんな多分頭が今ここにあって、頭映ってますから、頭映ってなかったら大丈夫、ちょっと上げますね。また頭がありますよね。きっと背骨のイメージってここにくっついてここに刺さってるイメージだと思うんですよ。こういうふうに背面に背骨がこう伝ってるようなイメージになってるんですけど、実はそうじゃなくて、背骨はここじゃなくて真ん中にこう刺さってるんですよね。ここじゃなくて真ん中に刺さってると。で、それをまずイメージしなきゃいけないんですけど、といってももう一個は背骨ってまっすぐじゃないんですよね。曲線になってます。で、その曲線とかは図を見るのがいいです。ちょっと家のその本とかを見せながらやってもよかったですが、ちょっとぜひまあ普通にですね、Google とか調べてみて、人間の背骨を見てみてください。背骨っていうのはストレートにピンとはなってません、曲がってます。でその形はぜひその図を見られた方がいい と。もう一個は背骨が刺さってる位置はさっき言ったようにこの背面にこう刺さってるわけじゃなくて、体の真ん中にちゃんと軸として軸になるようになります。なんで人間の体のイメージはその背骨がリンゴの芯で、周りに果肉がついてます。この腕とか胸とか背中とか横っ腹とかですね、足もそうですけど、全部芯を取り巻くようにリンゴの果肉のようについてるんですね。でそれがまずイメージできるだけでも一個後ろにこうグーッと反るのが少し治ってくると思います。でそれともう一個は足がこう、例えばですね、今僕が足踏むときに足が重そうに見えますよね。軽そうに見えませんか、さっきよりも重そうに見えます、軽そうに見えます。腕も重そうに見えますよね、ちょっと軽そうに見えます。ちょっと腕はどちらかというと分かりづらいというか重い、スティック持った方がやりやすい、スティックは重そうに見えると思うんですけど軽そうに見えますね。重く動いてるか軽く動いてるかっていう時にも物のイメージもあります。特にスティックの場合は、今ちょっと僕がやったのがスティックを重いイメージを動かすか軽いイメージを動かすかって、それも確かにあるんだけど、もう一個は足の場合は足裏から動くとかもありますけどね、背骨がしっかり軸となって動いてないととっても重そうに見えて自分も重く感じて動きづらいんですね。足が出ない、出づらいであるとか、タム移動の時に手が前に行きづらいとか、もちろんそのフルストローク、スナップアップフルとかで叩けてますかとか、他にもいろんなゲームです。いつも言いますけど、これはこのチョイコツはあくまでその一個の視点を言ってるだけなんで、それで詰まってるとは 100% 限りませんからね。ただこういうことで詰まっちゃってる人もいますよっていう一個の例ですよっていう風に見てみてください。で今回はその背骨がこう後ろに刺さってるイメージ、後ろにこう軸がいっちゃったりとかして、あともう一個背骨から体が動かせてないような感じになっていて、とても腕が重そうに見えたり足が重そうに見えたりとか、重心が崩れちゃってうまく手足が出ないと、あとは脳が無駄に緊張してしまう、テンポが焦ってしまう、本当はうん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 
もうこれでも間に合うのよ。みたいな。全然そんな速さじゃないのに、そういう風に速く足が動いてしまう、いわゆる暴走みたいな状態になってしまうという方におすすめの対処法の一例ですね、やっています。というわけでちょっと角度は変えて、ですね、でんでん太鼓練習をするんですけど、さっき言ったように背骨は背中とかこの首の後ろとかについてるんじゃないです。まず耳触ってもらって、耳と耳のこの間ですね、耳と耳の間ぐらいにこう背骨ってこう通ってるんですけど、ここをまず頭に刺してみてください。自分の背骨中心軸、耳と耳の間ぐらいですを刺します。でそこからこう背骨がこうストーンと降りてるイメージで、体はリンゴの果肉、背骨がリンゴの芯、芯の周りを果肉がこう取り巻いているようなイメージで、背骨の軸のイメージを作ります。背骨が今軸になってますよ、真ん中が背骨ですよ。イメージしたらこういうふうに背骨を回転させてぐるんぐるんと、こうでんでん太鼓みたいなことをしています。この時手をこう動かしているわけじゃないです。体をこう回して、体にこう手がまとわりつくように、腕がロープみたいなイメージでビヨンビヨンと体にまとわりつくようにやってみましょう。ちょっと慣れてきたら勢いをつけて、勢いつけて無理につけないで、こう早く大きくビヨン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 という感じで、腕は一切力入れない、あくまで背骨を回転させるだけ。肩とかを回転させるとかっていうイメージでもなくて、背骨のこの軸自体をちょっと回転させているようなイメージすると、ちょっと面白い新しい感覚が得られるんじゃないかなと思います。そしたら今度はちょっとこれを止めて、背骨からこう揺するように動かしてみてください。腕をこう振ってるわけじゃないです。背骨を今回転させましたよね。ここまで最後まで回転させるんじゃなくて、揺らすような感じ、大きくするとこれがこう回転してる感じになって、またさっきと同じ動きになってくるんだけど、この回転をこう小さく揺すってるようなイメージすると、手が勝手に動くはずなんですよね。こんな風に今手を振ってるわけじゃなくて、背骨を揺すると手が勝手に動くんですよね。この練習するだけでもちょっと手の力が、無駄な力が抜けてくるのと、あの背骨から動く、全体が連動して動くのの練習になるそうです。やめるとこういう感じですね。腕は揺れて止まります。でまずこれを練習してみます。この感覚だけでもちょっと難しいっていう人結構いると思うんですね。揺するで、この時に重要なのは、ただこう揺すってるんじゃなくて、背骨がとにかく体の真ん中を貫いてる、とにかくリンゴの芯で、リンゴの果肉たちをこう揺らしてる感じ、芯がこう回ってリンゴの果肉がこう動いている感じ、もうとにかく背骨は体の真ん中に刺さっているんだぞというのを意識します。軸を意識します。でその時もう一個ちょっと難しいこと言うと、背骨はまっすぐではないんですよね。こう曲線になることによって、うまい具合に体の真ん中を通ってくれてます。これはぜひ一回見た方がいい、その図を。背骨のあの写真なんて、こうまあ要は人体模型ですよね。そういうのなんて、こうあの学生の人たちとか理科室にいた骸骨いるじゃないですか。骸骨とかを見てみるといいんですけど、それとかをぜひ一回見てみて、あの背骨がどういう形で、どういうふうに曲線を描きながら体の真ん中を通って軸になっているのかを想像すると。でそれ一回見て、それをした上でこのでんでん太鼓練習からやって、この肩で腕を揺するというのをやってみる。でこれ足盤もあるんですよね。まあ、ちょっとここはないのでできないですが、ちょっと一段高いところに上がってこう振ってみるっていうのがいいんですけど、別に一段上がらなくても床のままでも振れます。ではこういう感じで振ります、足を。でこの時も足をこうやって振ってるっていうよりは、背骨からこう揺すって足を動かしてる。
なんなら本当はこうぐるんと回したいんだけど、こう回したらここをもうちぎらなきゃいけないことに死ぬので、それはこういう感じですね。ゆすります。この時も背骨でこうぐんぐんぐん、この手の時と同じイメージで振る。ちなみにこの時手力抜けてたらこんな風に一緒に揺れてきます。ぐんぐんぐん、これ体幹から足を動かすイメージにもなるし、力も抜けていく。もちろん逆もしましょう。左足は使わない、ツインペダルしないからとかっていう意味じゃなくて、整える意味でも、左が力んでても、左足が力んでても他に影響は出るので、やってみようという感じですね。で、この背骨軸になるイメージと、背骨からこう体の四肢を、こことかですね、ここを、振るイメージをつけるだけで一気にちょっと体が軽くなったりとか動きやすくなるっていう方もいますし、これで全然解決しないという方もいると思います。ちょっとさっき言ったようにちょっと腕が重く感じる、スティックを重く感じる、足が重く感じる、足とか手がスッと出ない、重心が後ろに行ってしまってスッと出ない、変に緊張する、そんなに速い速さじゃないはずなのについつい焦って踏んでしまうとかですね、まあ、特に足がよくあると思うんですけども、ドンドンっていうのでドンドンがすごい速く感じちゃって焦ってドドンドドンぐらいになって、あ踏めない踏めないみたいになってしまってる人とかは、これをやるとちょっと解決していきたいとかっていうのがあるかなと思います。で、足に関してはもう一個体の中心から動かしてるイメージにするための練習で、こういう風に座ります。で、ここでお尻の横の筋肉を緩めて、こういう風に今僕のつま先が横っちょ向いてるの分かりますか？映ってるかな？ちょっと離れよう。つま先がこう横にこう開いている状態です。今お尻が緩んでいます。で、このお尻の横をキュッと締め上げることでつま先を上まで上げてください。足だけでもこうやって OK です。僕のここ見てもらうと今高さ変わってないですよね。お尻でこう締め上げる、ちょっと高くなったの分かります？ちょっと高くなってますよね。お尻をこう締めることでこれを上に、つま先を上に向ける。もう一回お尻を緩める。お尻を締めることでつま先を上に向ける。これ本当はこう椅子じゃなくてこう地べたにこう座った状態やった方が多分ちょっとやりやすいです。もちろん椅子でもできますけどね。こうすることで体のより中心に近い股関節で足を動かす感が、要はこのお尻のここの中の部分に足の付け根、股関節が埋まっているので、そこから動かす感覚がつくと、またちょっと足が、これやってすぐ足を動かすと、もう、あ、足が軽いってなる人結構いるんですよね。普段よりも足は軽く感じるってこともあったりします。で、足に関してはちょっと補足でこの練習前やると、ちょっと足がこう重たくこう踏ん張っちゃうような叩き方が解消されてくるんじゃないかなと思います。ちょっと、試してみてください。あと必ずちょっとぜひ一度骸骨見てみてください。お疲れ様でした。